皆さんこんにちは、私どもは皆さんご存知だと思いますけれども、チャンネル桜、そしてチャンネル桜北海道で皆様に日本のまた北海道の問題、そういうことを訴えている仲間であります。今日は紀伊國屋さん書店の前で毎週やっておりますけれども、皆さんにこれからのこと、そしてこういうことを考えてもらいたいということを訴えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは私どものサポーターの一人から、まず今考えていること、そして問題点、そんなところをお話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、国盛衆でございます。今月私たち新しい党を設立しました。新党国盛立ち上がりました。皆さんどうかこの新党国盛に注目してください。日本の政治も動いております。そして今まさに太平洋の向こう、アメリカという国でトランプさんの再選なるかどうか、バイデンさんが追い上げることができるかどうか、熾烈な戦い、情報戦繰り広げられております。どちらに勝っても同じ、どちらでも良い、そんな無責任な言葉、そういった態度はやめましょう。私は個人的意見ではありますが、ぜひともトランプ大統領に再選を果たしていただきたい。そしてあと4年、この地球全体、国際機関、日本の国内の行政機関も含めてグダグダになった状態をもう一度ゼロからやり直す、立て直す、そして選択する、そういった時代でございます。ぜひともアメリカの大統領選挙11月3日トランプ大統領にぜひとも勝っていただいて、バイデンさん、中共と深い深い関係を持つバイデン候補、本人のみならず息子ハンター・バイデンも含めて家族ぐるみでもうすでにもう引き返すことのできないほど中国のお金、中国のあらゆる情報、そういったあらゆるハニートラップ、そういった醜い中国の捜査にもう手のひらの上に乗せられた、なんとかのごとくもうグダグダな状態です。こんな大統領がアメリカに登場する、誕生することなど、私たち日本国、日本人のにとって悪者、何者でもありません。どちらでもいい、そんなことではないのです。ぜひともトランプ大統領には宣戦していただいて、とにかく勝っていただきたい。皆さん、国連はもうすでに世界保健機構と同じように中国共産党の政権に乗っ取られようとしております。私は最近知った情報ではありますが、一つのことを皆さんにお伝えいたします。習近平さん、9月22日国連のビデオ演説、その中で習近平さんははっきりと言及しております。来年あるいは近い将来、国連地球規模地理空間情報イノベーションセンター、地理空間情報イノベーションセンターという名前、地球規模のそういった情報イノベーションセンター、そして国連ビッグデータ国際研究センターを中国の浙江省に設立するという話をしておられたそうです。皆さん、これが主
粛々と実行され実現した暁には日本のみならず国連に加入した国のすべての情報を中国に吸い取られる、または中国のこの浙江省のイノベーションセンター、あるいは国際研究センターというところに集約されるという恐ろしい事態が起ころうとしております。そういった意味でもぜひともアメリカのトランプ大統領、中国共産党に反旗を翻し、今まさに戦っておられるアメリカの共和党政権、皆さんお一人お一人注目してエールを送ろうではありませんか。応援しましょう。ぜひともトランプ大統領再選、ぜひともお願いします。頑張ってください。そういったエールを送りましょう。そうでなければいよいよ WHO について国連ももうすでに中国共産党の牙城となり、つけ放題、し放題、情報の取られ放題、窃盗のし放題、そういったことになることはもう自明の理であります。ハイテク技術を利用した技術独占、技術独裁、そういった恐ろしい計画が一段と具体的になろうとしておるこの国際情勢の中、日本も新しい保守の政治団体が立ち上がりました。新党国盛です。北海道、そしてここで毎週私たちと一緒に演説をしておられた本間奈良さんが、その1号第1号の将来の国会議員の候補者として立ち上がりました。皆さんぜひともこの新党国盛を応援してくださるよう心からお願い申し上げます。そして詳細なことについてはチャンネル桜北海道にアクセスしていただければと思います。どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。それと今日はもう一点お話しいたしますが、先日チャンネル桜北海道の YouTube の中で小野寺さんが報告してくださいました。令和3年度アイヌ政策関係予算概算要求の額が決まったそうです。皆さん本当にこの額を聞いて驚きを禁じえません。合計は61億円です。そしてその半分に当たる31億円があの白老の民族共生象徴空間の管理運営費等に支出される予定でございます。皆さんの中にはすでに白老の母校、あの民族共生象徴空間、あの施設に参観された方が大勢いるかと思いますが、私も先日日曜日にその参観をすることができました。皆さんあの施設見られた方、どういった感想をお持ちですか。私は時間の関係で全部を見ることはできませんでしたけれども、メインのあの最初の建物2階にある展示物、メインの展示会場、そこを参観することができました。そして驚きました。その内容のなんとお粗末な内容、返事の仕方も、これが本当に専門家、博物館の専門家が監修してこのような返事の仕方をしたものかと疑問に思うような返事の仕方をしておりました。あれは博物館でも何
たものなのか、そしてその作品、展示物に対する説明があまりにもなさすぎます。そして歴史的、そういった古いものと思われるような展示物は本当に本当に少ないです。本当に驚きました。日曜日ということで多分大勢の人が来ているのではないかと私も想像しておりましたが、まあ、あいにく小雨の降る、夕方から小雨が降るような天気ではございましたが、あの周辺に2つの駐車場があります。第一駐車場、第二駐車場、そしてなんと第二駐車場はほぼ車が空っぽでした。日曜日ですよ、10月行楽の季節ではございませんか。これが年間100万人の集客を集める施設、こんなことで今後本当に大丈夫かというふうに私は心配しております。100万人どういった計算、まあ、その計画を立てたときはコロナウイルス、武漢肺炎ウイルスのまさかこのような深刻なバイオハザードが起きることを予想することはできなかったとしても、100万人この計画今後維持できるかどうか私は大いに疑問に思います。そしてその先にあるのは赤字です。赤字経営、その赤字の部分は私たちの税金、国のお金によって賄われるんであります。それにもかかわらずこの民族共生象徴空間の管理運営費31億円ですよ。皆さんこの金額をどう思いますか。北海道は今このコロナバイオハザードによって本当に大変な時期に来ているんです。ところが来年度のこのウポポイに投入するその31億円、そして展示物はなんとお粗末な入場料1200円を取っている、そういった展示会場ではあります。いくつか展示する場所がいくつもありますが、私は見た感想として本当にこれ1200円に値するのかなという感そういった思いを率直に持ちました。今後この31億円、こればかりではありませんよ。宣伝広告費、これプラス宣伝広告費、それも小野寺さんが紹介しておりました。電通、令和元年の予算、彼らがかすめ取ったお金が非常に多額なものであります。補正予算も含めると38億1600万、プラス通常の経費3億6200万、こういったことがこの電通秘密のごとく、このお金があっという間にコマーシャル代に消えてなくなったんです。今後も38億40億50億というお金がこれ消費されるんでしょうか。こんな税金の使い方、絶対に私は納得しません。皆さん今こそ私たちの税金をしっかりと、そして納得もできる、そういった使い方を私たちは見張り、そしてしっかりとそこの使い方をリサーチする、そういった行動を起こさなければならない、なんとも大変で、なんとも残念な時代になりました。皆さんできればウポポイに行って、そのひどい展示の仕方、内容をぜひともご自分の目で確認してきていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。私は札幌市の一住民でございます。その私がここに立ってお話しするようなことになったのは、昨年のアイヌ研究会というところに参加いたしまして、その時の光景、ある市民集団と称する方が小野寺かえ、小野寺というのは元北海道議の小野寺誠さんのことでありますけれども、その研究会の講師でありました小野寺さんを警視庁だという方たちがおられました。その時私は「チャンネル桜」それから「国盛州」のおかげをもちましてここに立たせていただいております。その時の感想は、朝鮮半島と中共の連合軍が仕掛けてきたのかなという錯覚に陥りました。というの申しますのも、アイヌ教会それから中共というのが、朝鮮半島の方の主弟思想という、そういう思想を持った方たちが、これは北朝鮮に拉致されているということを皆さんお聞きになっていると思いますが、その思想集団がアイヌ教会の設立に、あるいはそれを支持していると、あるいは思想教育をしているというようなことを、その時から1年経った今知っておりますので、そのことをまず宗教と一緒に侵略してきたのではないかなというようなことを感じました。それはなぜかと言いますと、歴史を捏造したり、あるいは人間を拉致したりする、そういうことを実際に行っているということが明らかであります。それで宗教のことでございますが、宗教というのは歴史的に見て1949年に国を作ったわけでありますけれども、その時以来、あるいはそれ以上ですね、の年月をかけて、それ以来他国を侵略し続けている、そういう宗教であります。それは南モンゴル、チベット、ウイグル、今や香港、あるいは台湾を侵略しようとしているのであります。日本も例外ではありません。皆さんはサイレントインベージョンということを聞いたことがあるでしょうか。オーストラリアの
学者が書いたその本が今年翻訳されまして、静かなる侵略という題名になっております。その本によりますと、オーストラリアの国ほとんど地方からあるいは国会議員までスパイ活動、宗教では超弦線という言葉で呼んでおりますけれども、火の出ない戦争、火力を使わない戦争、そういう意味ですが、その時に超弦線というのは勝つためには手段を選ばない、経済戦争、情報戦争、そういったところまで及ぶと、あるいは宇宙にまで及ぶ。宗教は今年北斗星という今我々が使っている GTP、スマホなどのありかを追跡するような衛星を飛ばしておりますけれども、その独自のものを作り上げたということでございます。その宗教は今南モンゴルにおいて何をしていくか、彼らの文化言語を奪うようなそういうことをやっております。それはウイグルあるいはチベットでも同じことをずっと続けておるわけです。そして北海道、日本の土地を爆買いするというようなことをずっと続けている。しかも北海道の人はそれに気づいてか気づかないのか声を上げようとしない、そういうことが続いております。このままでは今侵略を受けていることを気づかずに過ごしてしまう、そういうことであります。宗教は今台湾を狙い、あるいは尖閣諸島を狙い、そして果ては日本、ヨーロッパ、しかもアメリカまで米国を侵略しようとしている。皆さん、侵略といっても経済的な侵略もあるわけです。それを狙っているウイグルに対する人権侵害といっても、ヒトラーが行ったような隔離施設、収容所に入れる、しかもそれは100万から300万と言われております。そのような危険な宗教の政策、それが何十年もそれぞれの民族に対して行われている、そういうことを見捨ててもいいんでしょうか。そのようなことを我々は教えられてきたんでしょうか。
見過ごしてもいいよと。しかもその宗教に対して政界、財界、官界もそれに追随していくような今の風潮を変えるためには仕方なく我々が立ち上がるしかないということを考えております。どうか皆さんもそれに気づいて宗教の習近平主席あるいは書記長を国賓で呼ぶようなことだけはしないでいただきたい。チベットの侵略されてそのダライラマが亡命されているということを考えますと、チベットのペマ・ギャルコさんという方はきっと宗教というのは天皇を亡き者にすると必ず来ると20年前に言われております。今の女系天皇論を唱えたりあるいはそうすることが現実的になってきたということでありますが、それは宗教の仕掛けかもしれません。それは天皇制度、天皇のこれまで126代続いておる天皇を立ってしまう、皇室をなくしてしまう、そういうことにつながる、そういうことを考えている宗教のその政界、官界、財界の今なびく様子を見ながら私は残念に、本当に残念に思います。ただそのような傾向が少し明かりが見えるようなこともございます。それは宗教に進出している日本企業、大企業もあれば中小の企業、自動車産業にトヨタやそれについていっている中小の企業群がおりますが、その部分については補助金を出してもまだ申請してきていないということでございますが、8月の時点で1700社が申請してきたとこう言われております。その目標金額が1兆8000億だということで聞いておりますが、これは今回の予算にどれだけ付
けられるのかまだ分かりません。しかし1700社というと、まあ 15% ぐらいだと言われております。まあ全ての企業が日本に戻ってくる、そういう時から日本の再生が始まるだろうと思います。どうかそれを皆さんで希望するような、あるいは要求するような運動を起こしたらどうかなと私は思っております。そのためにここでお話しさせていただいているようなことです。宗教のその行動について改めて怒りが覚えるということを述べまして終わらせていただきます。皆さんこんにちは。私もチャンネルさくら、チャンネル北海道、 YouTube で皆さん見ることができますけれども、それの応援サポート隊栗森州の一人であります。私はこうしてこの街頭に立ちまして、多少ないとも自分に頑張れよという形の中で、皆さんの仲間と我々の仲間と知らせを配りながら、署名活動をしながらお願いしているような次第であります。皆さんは普段はテレビとか新聞、それだけしか見ることができないといいますか、時間がないといいますか、そういう状況の中で日本が本当にどうなっているのか、そして日本の置かれている経済状態はどうなっているのかということは、本当はなかなか分からないと思います。それを分かるためにも、ぜひ皆さんスマホを持っているとしたならば、パソコンがあるとしたならば、ぜひチャンネルさくら、チャンネル北海道でいろいろなキャスターの方がお話ししますので、ぜひ見てもらいたいなと思っております。今回私がお話ししたいのは、まず一つは今年の7月、アメリカの有名な国際調査機関が日本の政治体制についてといいますか、問題点についてレポートを出しております。2年間調査した結果、日本のことを政治の体制を調査した結果、具体的に日本の自民党の二階幹事長、そして安倍総理の時にいた内閣のサポーターの方、今はもう辞めてますのでお名前言いません、そして公明党、この3つの名前を出して、アメリカとしては中国の政策に対して、これらの人たちは非常に問題のある言動を行っているということを初めて公式のレポートの中で報告しております。これは初めてであります。ということは、アメリカとしては非常に日本のこの現状、対中国的な考え方が非常に甘いと言いますか、まずいですよということの警告を示しているわけです。皆さんはなかなか分かりませんけれども、中国とは仲良く話し合えばそれはことが済むのではないかと思っているかもしれません。そういう形の中で親中派の国会議員はいろいろな形の中で中国と接点を持っておりますけれども、非常にこの現状は危険な状態にあります。今まで日本の政府は中国に対して3兆円以上の経済融資を行っております。またいろいろな面で工場、そして大学の教育を通して
中国に対しては非常な協力を行ってきておりました。しかし皆さん見てください。一つの象徴的な事柄として尖閣では毎日のように中国が来て日本の領土である尖閣諸島を手に入れようということを行動の中で行っております。許せない行為であります。中国はそのような一党独裁、共産党一党独裁の支配の中で日本がいかに甘い国であるか、スパイ防止法も作れることができない、憲法も変えることができない、そういう国は中国から見れば非常に甘い、苦しやすい、何でも言えばきついことは言わない、そういうことで日本に対応してきているわけです。これは昔から、江戸から明治の時から心ある政治家は中国に対してはきちっとした態度をしなければダメですよということを言っておりますけれども、今の自民党、そして保守党と言われております自民党の国会議員の人も非常に甘い考えを持って、我々としてはこれを看過するわけにはいきません。そういう形の中で我々はここで皆様に、何としてでも日本は独立した国家としてきちっとした軍事のある対応の中でやっていかないと、特に終戦後75年経過してこのままではいけないという考えの中で、我々は国盛州、そしてチャンネル桜北海道を通して皆さんに訴えているわけであります。10年ほど前に中国のアメリカに、イギリスに行きまして、国賓待遇ということで習近平さんもそこでイギリスの皇室とお会いになりましたけども、その時に何を言ったと思いますか。そういう公式の場で習近平さんは、日本は非常に残虐な行為をこの前の戦争の時もしたというようなことを述べているわけです。とんでもないことであります。いかに歴史を捏造して自分たちに有利なことをやるか、そういう国が中国であります。我々はそういう国を絶対許すわけにはいきません。という中で、まず一つ我々としては、二階さんがきっと言ってませんけれども、習近平国賓として日本に呼ぶということは絶対反対という形で、これをまず取り上げております。皆さん、このような中国の代表者習近平さんを日本の国賓として呼ぶ、これは絶対許してはいけません。皆さんもそのような中で、いかに自民党が菅内閣がやりたいと言っても反対の声をその時は徹底的に上げていきたいなと思っております。まず一つ目はこれであります。そして二つ目は、今コロナと動いておりますけれども、コロナがまだ終わってません。その前に去年の10月に消費税を 8% から 10% に安倍政権は上げました。この時も我々は反対しました。 8% から 10% に上げるということは大変な経済的な問題が起きますよということを言いましたけれども、結果的には 10% になりました。そしてその後に今年に入りましてからコロナということで、コロナの騒ぎはまだ終わっておりません。そして日本の経済も本当にリーマンショック以上に落ち込んできております。我々としてはそのためにはどうするか、そのためにはまず消費税を 0% にしないとダメだということを訴えてきております。皆さん、機会があるときにまた電話でも何でもよろしいですけれども、自分たちの身近な政治家には消費税は 10% から 0% にするべきだということをぜひ訴えてもらいたいと思っております。税
0% にしても日本の財政は問題ないです。そして大学の京都大学の藤井先生もきちっと言っておりますけれども、例えば 10% から 8% にする場合、長い目で見ると税金の収入も大きくなる、経済活動も大きくなる。 5% にしてもそのようになる。そして 0% にすることによってさらにそれが活性化される。日本経済は良くなっていく。そのためには財政のプライマリーバランスの考え方も変える必要があります。今の自民党の政権はそういうことは全く考慮しておりません。ですから日本はこの20年間全く経済は動いてきておりません。世界から見ても前は3位ぐらいでついていましたけれども、今は1人当たりの国民の GDP も26番目と自利品状態になってきております。これはこのままでは豊かな生活といいますか、豊かな ゆとりのある社会の動きというのは作っていくことはできません。皆さんどうぞか、我々はまずそのためには消費税を 0% にするということをぜひ覚えておいてもらいたいなと思っております。また一つ目は、あと3つ目として私はぜひ皆様に伝えておきたいのは、先ほどの方も言ってましたけども、ウポポイの問題であります。200億以上もかけてウポポイを作りました。私も時間があるときにちょっと行ってみました。しかし内容は年表もきちっと作られていない、提示されていない。そして出てくる展示品は非常にお粗末なもので、最近作ったものばかりという形の中で、これは本当に国立博物館としても手を成しない、そういうものであります。しかし今札幌市でも小学校、中学校の修学旅行、また修学旅行で行かない時もウポポイに行くというスケジュールを作っているようです。我々はこのような中身のない、そして間違った表示をしているウポポイの展示に対して、もし行ったお子さんがいるならば、これは本当に事実として合っているのか、本当に歴史的に正しい展示をされているのかということをぜひ聞いてもらいたいと思います。これは非常に有識問題であります。そしてあの白老のすぐ隣に仙台藩の白老元神社、元神事といいますか、昔の白老藩の展示しているところがあります。ここの内容は非常に立派なものであります。年表もついてます。そして仙台から来た武士たちがいかにして北海道のロシアの南下を防いだとか、そういうことがよくわかるような展示になっております。まず小学生、中学生が白老に行くならば、こちらの方をまず見てから、まず見てからウポポイの非常に内容のない展示場も見てもらいたい。それをぜひ皆さん行くときには、また学校の方にそれを行くときのポイントとして、先生方それでいいんですかというようなこともぜひ聞いてもらいたい。そうでないと国が推薦、また鈴木氏もウポポイのためにはこれからもいろいろな観光客を呼ぶというようなことを言ってますけれども、間違った歴史内容を皆さんに教えてしまう、そういう危険性があります。とんでもないものをウポポイという中で作ってあります。皆さんはぜひこれを疑いの目を持って勉強してもらいたい。そして本当に我々北海道人が明治の頃からも含めてこんな愚かなことをしたのか、
アイヌの人と本当は共生してやったのに一方的な歴史観でもって作っている、これはおかしいんじゃないかということをぜひ勉強してもらいたいなと思っております。そういうことも含めて皆さん、これを機会にこれからお子様が行くこともあります、また教科書も見る新しくなります、来年からは非常に問題のある内容が次から次と出てきております。皆さんは親の立場で、また自分たちの祖先がそんなことをしたのかどうかという立場で、これからの若い子供たち、また若い人たちに本当のことを教えることを積極的にぜひお願いしてもらいたいなと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。我々は国民保守党北海道、国民保守党北海道であります。この場をお借りをいたしまして、毎週土曜日街頭演説会を開催をさせていただいております。北海道の今の問題、それから日本の問題、大変な状況になっているんだということを皆様方と共有をしたいということであります。まずは北海道です。北海道の土地がもう早くも1割外国資本、特に中国資本に買われ続けているということであります。私たちは去年1年半前の統一地方選挙で北海道議員選挙を戦いました。その時、北海道議会はほとんど機能してないということを皆様方にお訴えをした。そして今の状況、北海道議会何かこの1年半変わりましたか？今話している問題は、喫煙所を作る新しい議会で喫煙している議員がいた。こういう低次元のレベルの話しかしてないんです、北海道議会。これ存在する意義がありますか？この状況の中で、この政治が全く見えないこの北海道の中で、外国資本が着々と北海道の土地を買い進めている。もう中国資本が1割以上の土地を買ったのではないかと言われている。我々のふるさと北海道がどん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 外国の土地になっていくということであります。それに関して議会が全く規制をかけられない。この土地は今生きている我々だけの土地ではないんです。この土地を開いてくれた先人たちが本当に150年前北海道に入った、その先人たちがどのような思いでこの土地を開いてきたか、それを我々今の人間たち、またその後の人間たちにきちっと手渡す責務が我々今生きている大人にはあるんです。北海道の土地が外国資本に黙って買われている、そして政治が動かない。だから我々が立ち上がってここで声を上げているわけです。北海道の土地を黙って手渡すわけにはいかない。特に中国の問題であります。中国は今水源地、農地、観光地、着々と北海道の土地を買い進めている。中国の国内では32番目の省が北海道であると言われている。このような状況の中で北海道議会は声一つ上がらない。話していることは喫煙所を作るかどうか、こんなレベルの議会はもう解散した方がいいと思います。こんな必要のない議会であれば、130億もかけて新しい議場を作った、その議場の中で議員は高校生でもあるまいし、中でタバコを吸っている議員がいた。こんなレベルの話を我々は聞くために議員を送り出している、代表を北海道に送り出しているわけではないんです。きちっと北海道の問題を議論してください。その最大の問題は北海道の土地が外国資本に買われているという問題であります。この問題、北海道議会で声が上がりましたか？全く上がってこない。だからこそ我々はこの場に立って北海道の土地が危ないということでお訴えをしているわけです。それからもう一点、アイヌの方々の問題です。アイヌの方々が先住民である、これは国会決議です。去年の4月国会で決議をしました。北海道の議員の方々もみんな賛成に回りました。これ先住民決議とはどういうことですか？それから先住民とはどういう定義なんでしょうか？このことも議員の方々から声が上がってこない。そして先住民であるという、あの北海道新聞、まあ左翼系の新聞であると言われているあの北海道新聞が、先住民決議とは何でしょうかと我々は質問状を送りました。そうしたら、先住民とは国会で決議をしたんで先住民である、国会で決議をしたことは全部先住民決定の事項なんでしょうか？
我々は先住民の定義を教えていただきたいと言ってるわけです。この先住民決議、国連では何と言われていますか。先住民をこの北海道の先人たちが虐待をし、差別をし、そして北海道の土地を奪ったということであります。北海道の全てのものを愛の方々から北海道の先人たちが奪ったんだという話なんです。こんな話通用するわけがないんです。本当に愛の方々は先住民なんでしょうか。13世紀鎌倉時代に愛の方々の文化が登場する、13世紀前はここの北海道は日本ではなかったんですか。このような問題でさえ真っ当な議論がない。そして北海道議会はこの議論さえしようとしていないんです。北海道新聞、北海道新聞は国会で通れば先住民決議も正しいということであれば、安保法制だって国会で通ったんだから正しいんじゃないでしょうか。それを未だに反対してるんです。安保法制は戦争法案だ。そして自分たちの都合の悪い話になると、あれは国会で通ったから正しいんだと言い張る。そして我々がこういうふうな話をするとヘイトスピーチだと言い続ける。どこがヘイトなんですか。私たちは議論をしてくださいと言ってるんです。で、私たちはこの凱旋の他にもチャンネル桜北海道というインターネットテレビを持っています。そこで北海道新聞の代表の方、議員の方々でもいいです、登場していただいて、私たちと先住民とは何か、愛の方々が本当に北海道の先住民なんでしょうかという議論をしましょうということです。ウポポイがもう出来上がりました。国立の博物館です。国の博物館です。そこで展示されているものはどういうものなんでしょうか。皆さん、今我々と一緒に凱旋をしている人たちが言ってくれたように、一番新しいので1980何年のものだ。そしてアイヌ語を作り上げ、また踊りも創作舞踊のような踊りを作り上げる。それをアイヌの方々の昔からの伝統だと言い張る。このような歴史修正主義こそ問題ではないんですか。私はもう60数年間この北海道で暮らしています。しかしアイヌ問題をここまで大きく聞いたのはもうこの年になって初めてです。誰かが意図的にこの問題を作り上げて、我々はこのことをはっきりさせたい。なぜこれをはっきりさせなければいけないか、この間もアイヌの方々が鮭を取りました。鮭を取っちゃいけない時期に取ってるんです。そして我々の権利だと言い出した。こんなもの、北海道でこんなことを言い出す人たちが出た場合、我々の子供たちにそんな地域を手渡せますか。それからある東区の市会議員は、自治区をアイヌの方々に作ってあげてもいいのではないかなんて言い出している。自治区とはどういう地区でしょうか。違い封建になるんです。ということは北海道に2国、同じ国に2国の国が出来上がるという大変状況として厳しい状況が出来上がる。だから我々は声を上げて反対をしている。子どもたちにそのような北海道を手渡すわけにはいかないんです。皆様方も本当に考えてください。お子さん、それからお孫さんたちに真っ当な北海道を手渡す、それにはこの中国からの侵略、静かなる侵略、土地を買っている中国に対して声を上げる、それから歴史を修正されている、この歴史修正に対して我々は声を上げて、このような活動を北海道民がしていかなければ、どん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 飲み込まれていくということであります。我々は中国を目の敵にしているわけではない。しかし中国がしていることはどういうことかということを、皆様方も北海道新聞でさえ中国は民族浄化をしていると書いているんです。ウイグルでは民族浄化をしている。そして文化を壊し、言語を壊し、そして子どもたちを親から離し、強制収容所にはもう数百万人のウイグルの人たちが収容されている。そして臓器移植をしているんです。これを一つの産業として中国はやっている。このような国のトップ習近平主席を国賓来日をさせるということを未だに自民党は画策をしている。どういう政党なんでしょうか。自民党は、私たちは自民党が真っ当であればこのようなところに立ってはいないんです。しかし今や自民党は保守の政党でも何でもないんです。安倍晋三首相には私たちは期待をしました。どこまでやるんだろう、日本をどこまで復活させてくれるのか。全く復活はしません。逆に日本解体の道をどんどん進んできてしまった。新自由主義でどんどん
日本解体の道を進んでしまったということであります。私たちはそのためにもう自由民主党は保守の政党ではないということで立ち上がったわけです。皆様方もこの北海道を守るため、そして日本を守るために立ち上がらなければならない時が来たということなんです。70数年間アメリカのゆりかごで難民を貪っている間に世界はどんどん厳しい状況になっている。この日本の国、憲法でさえ自分の国で作ってないんです。しかし今の憲法は平和憲法だから、この憲法を変えない方がいいと言い集っている方々が多数いらっしゃいます。本当でしょうか？これ平和憲法ですか？9条2項平和憲法であると言い続けている人がいます。しかしそれであれば世界最強のアメリカ軍をなぜ駐留させているんでしょうか？世界一強い軍隊アメリカ軍が駐留をし、そして世界で何番目かの軍事組織自衛隊を持っているこの国がどこが平和憲法の乗っ取って行動しているんでしょうか？アメリカはこの70数年間一番戦争をしてきました。そのような国の軍隊が未だにあるんです。そしてこの憲法、今の日本国憲法は憲法という名に値しないんです。それはなぜか、非常事態、緊急事態条項がない独立した国家に非常事態、緊急事態条項のない国はどこにもない。非常事態は国家としてあり得るに決まってるんです。非常事態とは何か、今回のチャイナウイルス、武漢肺炎、このパンデミック、そして戦争、食糧危機、このような危機は確実にあるんです。その危機に対して非常事態条項もない憲法を持っている国はほとんど日本ぐらいなもんなんです。そう、なぜ非常事態条項がこの憲法にないのか、これはアメリカ GHQ が作ったんです。6日間ぐらいで作ったんです。若い者たちが理想を掲げて作った憲法が今の日本国憲法です。だからいざとなった時にはアメリカ軍、非常事態にはアメリカが出てきますよという憲法なんです。これは憲法というよりは占領統治法なんです。これは憲法にも値しないんです。当然です。世界の国々で自分の国を自分で守ろうとしない国なんかあるんでしょうか？北海道も我々は守るんです。そしてこの日本の国を守る、それはなぜか、子供たち孫たちに真っ当な状態でこの国を手渡すためです。日本は今どういう状況ですか？尖閣には連日中国が領海侵犯をしています。近辺に出てきているじゃないんです。領海侵犯なんで、領海の中に入ってきている。1970年前は中国は尖閣は日本の領土だ、地図でもそのようになっている。しかしなぜ1970年から態度が変わったか。1970年、国連の調査団が尖閣の地下にイラク総統の石油が眠る、そのような話が出たと同時に中国は自分たちの領土であると言い出してきた。中国は自分たちの領土である、そして着々と実効支配に向けて連日領海内に入ってきてるんです。中国はいくら友好的に我々がしても結局こういうような行為をしている。普通の国であれば領海侵犯されたら銃撃戦になる。しかし日本には軍隊もないのでそれはできない。となればアメリカ軍にやってもらうしかない。独立国家で自分の国を自分たちで守れない国家なんてあるんでしょうか？我々はもう考えなければいけないんです。大変な状況に世界は入っているんです。そしてエネルギー、食料、水等の争奪戦に入っているこの状況の中で、我々は独立した国家として子どもたちにこの国を手渡さなければならない。75年前、本当に若い人たちもあの大東亜戦争に戦っていった。それはなぜか、この国を守るためなんです。守るために戦う、これ国民として常識なんです。国民主権主義、国民に主権がある、それは結構ですよ。しかし主権者がこの国を守らないでどうするんでしょうか？我々は毎週この場にお借りいたしまして街頭演説会を開催をさせていただいております。今回新党国盛りという新しい保守の政党を作り上げます。そして新たなる戦いに向けて今我々の仲間が今日は和歌山県で街頭演説会をやっているはずです。和歌山県とは
どういう件だか皆様ご存知でしょうか。あの親中派の権現二階幹事長の地元であります。あそこで我々は二階幹事長に物を言いに行かなければならない。大変な力のある方ではありますが、中国に日本を売るのはやめろということであります。我々の子供たちがどういう目に遭うかわからないからです。このような形で私たちはしっかりと行動を起こしてまいります。皆様方にも今後ともご支援ご協力よろしくお願いを申し上げます。我々は国盛州北海道であります。国盛州の一人として一言申し上げます。先ほど来よりというお話ありましたけれども、まず尖閣諸島の件ですが、まあ、国と国との問題ではありますけれども、これを個人的に一つの過程として考えてみてください。例えば自分のうちに土足で犯人が入ってきたらどうしますか。黙って見てます。そういうことはありえないですよね。出てってもらうか、あるいはそれでも出ていかない場合には強制的に排除する、あるいは警察呼んで排除させる、こういったことをかなり必ずすると思うんです。でも今の日本はどうでしょう。毎日のように尖閣諸島に中国の公船が来ていながらも、領海から出て行ってください、ただそれだけのことで、まあ最初はいいでしょう。その毎日のようにやってそれをなおかつ毎日出て行ってください、これじゃあ馬鹿にされてて解決するわけじゃないですよね。これが今の日本の現状なんです。一方北の北海道ではどうでしょうか。今先ほど来より言うお話ありましたけれども、爆買い、土地の爆買いされていますよね。これも相当前からです。一割とかって言ってましたが、現実的には分かってるだけで1割と異常ということなんで、現実的にはかなり相当数買われていると思います。それで買われている中に、今度は中国の自分たちの土地だから大量に中国人が流入してきます。それに対していろんなことを中でやっていても日本の警察は中に入れないんですよ。それはよく中国人もよく言っていて、すると国家動員法というのが中国にありますから、何かあった時には日本にいるおよそ中国人が200万人以上でいると言われています。これがプロの一声で兵隊に、極端に言うと兵隊になってしまうんです。そういった時に日本の国自衛隊では対応できると思いますか。とてもこれはできないですよね。そういったことも、都県の皆さんがよく理解してないと思うんです。ただそんなことばっかり言ってても前に進まないので、一つだけ明るい話があります。それは日本の尊厳と国益を守る会というのがありまして、これは自民党中心に作ってますね。代表の青山茂春さん、あるいは幹事長の山田博さんを含めた国会議員61名で形成されています。これには3本柱がありまして、一つには外国資本による土地買収の規則、それからスパイ防止法の制定で、もう一つは男系による行為の安定的継承、この三本柱で今戦っているんですね。まあこれだけにとどまらず他にたくさんあるんですが、とりあえずこの三本柱で、これ来年の通常国会
に出される予定です。通常国会ですから1月の中旬ぐらいには多分出されると思うんです。そこでどういう形になっていくか、私たちは非常に期待しているんですが、皆さんもこれをちょっと見守っていってほしいと思います。まあ、自民党の中にもこう言ってやっぱり一生懸命頑張ってる方々も結構いらっしゃるんですよ。確かに自民党は一番言われはないですけれども、こういった人のために頑張ってる、日本のために頑張る人、頑張っている人たちを我々は応援していかなきゃいけないと思います。それで今私が知っていることだけちょっとお伝えしました。以上です。皆さんこんにちは。国盛州北海道、毎週ここで土曜日約2時間お伝えをさせていただいております。今も私たちの仲間のお一人がなされました。中国共産党、恐ろしい恐ろしい恐ろしい組織です。国防動員法、今200万人の中国人が日本にいるという聞いて本当に驚きました。皆さん、自衛隊は25万ですよ。彼らが有事があって、中国共産党の命令一つでこの日本国、至る所にあの赤旗を立てて行進する、または皆さんご存知ですよね、中国の国内で日本のデパートや商店、スーパーマーケットが石やそれからガラスを壊し、中に乱入し、品物をめちゃくちゃに壊し、略奪した、そういった光景を見たことがある方もおられると思います。ああいうことが実際に起こるやもしれません。絶対に中国人、日本の国内に入れてはなりません。彼らは全てスパイ、中国共産党の道具、奴隷です。こんな人たちを一旦出たい、その後大変ですよ。日本はコストがどれほどかかると思いますか。皆さん、もう選択の時期が始まりました。入れていい国の人、入れてはならない国の人をしっかりと選別する、そういった時代が来ました。共産党、習近平を頭とするあのような政権国家、これからもビジネス、協力、日中友好などときれいな看板を立てて日本に近づき流入し、あらゆる情報、あらゆる日本の宝を盗んでかすめとしていく人たちです。こんな人たち、これ以上日本の国土を踏ましてはなりません。それともう一つ、今話しました国防動員法、最近ある箇所が修正されたということを聞きました。それはどういうことかと申しますと、台湾に対する条項が修正されたそうです。中国共産党は随時何かあった場合台湾に侵攻できる、そういった条項に修正したそうです。皆さん、これを見ても台湾海峡、台湾、それはもう日本のお隣の国です。我々と同じ民主自由を標榜する国です。今台湾、蔡英文さん本当に頑張って
戻らない、逮捕しない、そういった強い決意でもって対中に当たっております。本当に女性ながら素晴らしいリーダーだと私は思います。こういう国、何か一丁寺何かあった場合、私たち日本人、日本国として台湾を支援する、そういった気持ち、精神、今こそ持つべきであります。中国共産党は台湾随時侵攻できる、そういった条項を修正した、そういったことを聞いております。このような時代になりました。決して起こってはならない、ならないこと、見たくもない光景、そういったことが私たち日本人の意思に反して起こりやもしれない、そういった危機、危険が迫っているということをお伝えしたいと思います。ありがとうございました。頼もしい演説を、皆さん、我々の仲間、皆さんも仲間ですが、国盛り衆行ってまいりました。皆さん、こんにちは。今まさにアメリカ大統領選が、竹縄といいますかね、佳境に入ってまいりましたよ。昨日の討論会をどのくらいの方がね、ご覧になったかな。まだウェブでも見られますけれど、ただ現実に、僕はウェブで見ましたがね、現実にはいろいろと、なるべく英語は使いたくないですけどね、バイアスがかかって、あの討論会自体の仕立ても、これは米国と頭につけますが、米国民主党、ほとんど、まあヒラリー・クリントンの時もそうでしたね、俗に左派メディアというようですが、米国民主党系メディアと申し上げたらいい。これは日本のメディアも実はそうなんです。なぜなら米国民主党候補、バイデン候補、彼の息子はもうとんでもないやつなんですよ。びっくりしましたよ。日本のメディアは一言も伝えてない。いやいや、アメリカのメディアだって伝えてないんですよ。あのハンター・バイデンはね、そうだな、一番楽しい話はね、いや楽しいっつったらなんですけど、あざけるようで申し訳ないが、自分の MacBook Pro をね、お風呂に落っことしたんでしょうね、あれはね。デラウェア州ですか、デラウェア州のね、パソコン修理屋さん、あれなんと私と商売が似てますね。よくわかりますよ。あ、バレちゃったか。私もパソコンの修理屋やってる人間です。水没したパソコンを直した業者が、これはね、守秘義務がありますので、それは中は拝見します。確かに中身にね、とんでもないものがいっぱい入ってたんでね、 FBI 呼んだらしいんですよ。ちゃんと事前に FBI も信用できないと思っていたそのパソコン修理屋さんはね、ちゃんと中のアメリカ流に言えばハードドライブ、私はあえてハードディスクドライブと申し上げますけれど、それのクローンを4台作っといたらしいですな。なんと
その内容がまあ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 おぞましいほどの。ぜひねウェブで調べれば出てきますから、ここでは言及は下げますが、おぞましいってことです。例えばね、ウクライナからねお金いただいたお礼のメールとかね、まあ、あとおぞましいんでやめときますが、これが全部出た。そこで大変だ大変だ。え、ツイッターやグーグルや何やらが、ツイッターやフェイスブックだったかな、ツイッターは特にそうですわ、ツイッターが米国左派メディアだということが分かっちゃいましたね。その内容が世の中に広まらないように規制をかけた。なんと、え、規制かけるんですか、ツイッターは自由なプラットフォームじゃないんですか。おかしいですねと思ったら、なんとあのバラク・オバマ氏が、え、出てきちゃいましたね。これは全部ハンター・バイデン氏、バイデン氏の息子の、まあはっきり言いますよ、放蕩息子ですよ。どれだけ金もらってんのか、ウクライナの企業からどれだけ変態、あ、間違った、変なんとかなのか、話にならないんですよこれはね。結構一見バイデン氏は見た目がいい、私のようにね顔が崩れまくってる人間と違う、心も崩れまくって崩れない、崩れまくってる人間と違う、なかなかいい喋り方をして、なかなかねどちらかというとソヤに見えるドナルド・トランプ氏と本当に対照的ですな。見ていると、あの見た目に皆さん、いや皆さんでいいんですよ、日本国民の我々も非常に重要なことなので、心を奪われ、現実には後ろにチャイナがいるわけです。この民主党という米国民主党ですね、いや日本の民主党も大して変わりませんけどね、何が変わらないか、皆さん方の心の中にある俗にタブーというものを表に表現するときに、表に表現するときにいろいろなフィルターをかけたり、いろいろな知識は、あるいは差別意識があってはならない、こういったことはおかしいことだからと、自分らの生きてきた中で補正をしていく、その部分によってちょっと難しいですけどね話が、その部分によって自己満足を得る方々の集合体だと思っていい。ちょっと話が難しすぎますが、これは全て想念と意識の中にだけあるものなんです。我々はもともと努力をしない方を努力をするように仕向けたり、まあ一言で言えば怠惰な方、こういう方々が楽しく毎日を過ごせる社会では実はないというのを、まあ、ここでギリギリですけど、これ以上申し上げられませんけれど、皆さん方の心の中に人の好き嫌いもあると思う、これも誰でも私は好きなんだと、こんな人間はね実は一人もいませんよけれどね、いや誰でも僕は大好きなんです、こうやってね生きている、さあそれだけで国と国の関係が正常に成り立つんでしょうかね。ちょっと深い部分を今日はお話しいたしましたがね、いや大して深くないんですよ、自分だけが正義だと、自分だけが正しいと、清廉潔白だと、
こう言い続けたい人たちがどれだけいろいろな嘘や欺瞞や、最近ね寒くなってまいりましたよ。今日はねはっきり言って手がちょっとしびれ気味です。厚いコートやジャンパーやダウンジャケットを地層の上ですよ着込まなければならないか。実は丸裸の考え方でも通用する考え方でなくてはありません、なりません。壮年の話から今日は申し上げましたが、そろそろ時間にもなってまいりましたので、多少のこと以上は申し上げましたが、ドナルド・トランプ氏が大統領になります。断言します。ドナルド・トランプ氏を応援している米国国民は皆実務と実業と教養でない方々が一人一人毎日仕事をしてらっしゃる方々が心の底で思っている、嘘偽りと虚栄ではない、これに我々は騙されてはならん。実は私も15年前以前は騙されておりました。違うんですよ、そこの部分が。はっきり申し上げましたが、こういったものをあなた方、皆さん方、私たちを含めて、マス、大衆メディアは報道しておりません。ハンター・バイデンって聞いたことないでしょ、皆さん。中でね、タブロイド紙のね、夕刊フジはちょっとあるかな。あと一部のラジオメディアです。他は全く報じてない。情報統制を敷かれてるんです。我々が信頼しているプラットフォームである Google や Twitter、 これでさえそうなんです。だけどちょっとね、ちょっとまた緩みましたけどね、アメリカがきっちりとしたまた対応した Google を独禁法違反で訴えるとしてきたのもそういう影響があるんです。ぜひこういったところはニュースの裏面ではあるのですが、ここが一番重要です。今日は皆さん方、気温も下がってまいりました。始めた頃は13度だったんですがね、今だいたい12度ぐらいになっちゃったかな。いつも同じ格好で皆さんの前でお話はいたしておりますが、これから10月も過ぎ、12月雪も降る頃になり、いつまでもこの日本が、誇れる日本が、世界に誇れる日本があり続けられるよう、私どもも皆様にいろいろな情報のお手助けをできるようにいたしてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後に澤田先生に締めていただきます。よろしくお願いいたします。長い間、1時間半にわたる長い間、皆様方にお訴えをさせていただきました。私たちは毎週この場をお借りをいたしまして、今どういう状況なのか、もう国難にあるのではないかということを皆様方にお訴えをしているわけであります。私たちはこの凱旋活動並びにチャンネル桜北海道というインターネットテレビ、この2つにおいて今の現状、そして保守の立場としての我々の意見を発表しているわけであります。私たちの基本は先人たちの名誉を守り、そしてこの国、この地域を子どもたち、孫たちにしっかり手渡す、その責務を我々が負っているということを皆様方にお伝えをしたいということであります。1時間半にわたる長きにわたり、皆様方にはご迷惑をおかけをいたしました。来週もまたこの場にやってまいります。そして雪が降ってもまた我々はこの街頭演説をずっと続けてまいる所存であります。今後とも国盛州北海道並びに新東国盛に皆様方のご支援ご協力よろしくお願いを申し上げます。